今までこう生きてきた中で関わってくれた人たちが目の前にいるって思ったらすごい今日は泣かないとは決めてるんですけど、ほんまになんか感謝やなと思って、すごいほんまにすごい嬉しいです。ありがとうございます。いやもうほんまにあの入場の時から扉開けてみんなほんまに扉開けた瞬間にこうみんながおって、もうそれだけでほんまに嬉しくて泣きそうになったんですけど、あの沖縄挙式の時に僕が泣きすぎてゆかが全然泣けなかったっていうのもあったんで、なんとか頑張ってこらえとったんですけど、やっぱりあの最後のこの結びの言葉であの喋ってると絶対泣いてしまうなって思って、やっぱりごめんなさい泣いちゃいました、すいません、まあ、僕らってほんまにもうすごい恵まれてるなってめっちゃ思います。だからこれからほんまにみんなこう来てくれてるみんなとか、まあ、来れなかったみんなに対して、これからいっぱい感謝伝えたいんですけど、まあ、伝わらなくても伝えていく姿勢でやっていけたらなとはほんまに思ってます。なので見えてるよ、ありがとう、ありがとう、最後、はい、最後、3、2、1、最高で締めたいと思います。いいですか、はい、3、2、1、最高、ありがとうございました。ご対の中、私たち2人のために集まっていただいて本当にありがとうございます。もうほんまに入場した時に、やっぱり泣きそうになったんですけど、まあ、ちょっとまだ早いなと思ったんで頑張って今来られたんですけど、まあ、あと2時間ちょっとあるんで多分泣くと思うんですけど、泣いたら一緒に泣いてください。よろしくお願いします。こうして知ってる人たちを見ると逆に私が今泣きそうですもう今日はいっぱい笑って過ごしたいと思ってるので、楽しんでいってください。ありがとうございます。ヨッシーとは中学高校と毎日のように遊び食べていた中華一番の餃子と肉丼が僕たちの青春の味です。そして時は経ち、ゆかちゃんと出会い幸せいっぱいのヨッシー、二人の会話を聞いているとこっちが照れてしまうぐらい仲が良しさんです。そんなお二人が新たな人生を迎えられたことを友人としてとても嬉しく思います。
しみはゆかの大好きな横浜流星と地球3個分ぐらいかけ離れた人間です。でも優しさは同じぐらいです。知らんけど、身長と顔が負けてるだけです。それでも愛し続けることを誓いますか？はい、誓います。意見の食い違いでぶつかることがあっても、お互いに話を聞いて喧嘩は長引かせないことを誓いますか？はい、誓います。周りにいじられ続けても持ち前の明るさとツッコミで楽しませてくれることを誓いますか？はい、誓います。嫁に従い、嫁に抗わず。こっちがあれみたい。いや、そのそれが一番いいんだと思ってます。そうですね、もう笑いの絶えない、もう話をいっぱいする家庭に築きたいです。